こんにちは、沢です。今日は塩麹ではなくて、だし入りのだし塩麹を作っていきたいと思います。材料は今回生麹で作ったんですけど、麹が 200g、 塩が 60g、 水が 200ml で、昆布と鰹節、私はもうほんと適当にパパパと入れたので、後でちょっと動画で確認してみてください。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。今回はふるさと納税で頼んだ生麹を使っています。で、冷凍便で届いて、ちょっと冷凍もされてて固まってたので、まあ、手の常在菌を移しつつほぐしつつみたいな感じで、まずは麹をこう手でほぐしていきます。で、まあ、なんとなくでいいんですけど、まあ、手で麹をほぐし終わったら早速材料を量って入れていきます。はい、じゃあ塩を測っていきます。で、今回麹 200g に対して塩は 60g になります。で、私がいつも使っている塩は海の精っていうやつ で、ネットとかでも買えるんですけど、スーパーとかでも売ってます。なんかスーパーで買った方がちょびっとだけ安かったです、私の地域は。で、塩を測ってもらって、で、まあ、手で混ぜてもいいんですけど、私は木のスプーンで混ぜました。で、木のスプーンとかにもお家の常在菌がついてるみたいなので、まあ、あの自分の腸に合った、手でほぐすことで自分の腸に合った麹ができるんですけど、自分のお家に合った麹も木のスプーンで混ぜることでできます。はい、じゃあ昆布を切っていきたいと思います。で、どのぐらい入れたかはちょっとこの動画を見て判断していただきたいのですが、昆布は切っても切らなくてもどっちでもいいんじゃないかなと思います。私は料理で使った時に食べやすいようにこんな感じで角切りで切ってます。で、前甘めの醤油麹を作った時もこんな感じで切ってたと思うんですけども、もうほんとそんな感じに、どんな感じだよって感じですけど、まあ適当にしてみてください。はい、で、昆布を入れたら鰹節を入れていきます。で、今回はこのふわっとタイプ、出し取る用のやつを一つかみぐらい入れています。で、しっかり麹と昆布と混ぜ合わせていきます。で、なんかあの旨味ってあるじゃないですか、あの旨味三大成分ってあって、グルタミン酸とイノシン酸とグアニル酸と3つあるんですけど、あの昆布がグルタミン酸で、鰹節がイノシン酸なんですけど、この旨味成分が2つ掛け合わさったらめちゃくちゃもっと旨味になるんですよ。なんで今回はめっちゃ最強の麹が出来上がると思います。はい、こんな感じに容器に移し替えて発酵させていきます。はい、このシーンは何度も何度も使い回しになるんですけど、あのまだちょっと暑いので55度で、時間は7時間で発酵をさせていきたいと思います。はい、7時間後完成しました。もう普通の塩麹もまあいい匂いなんですけど、もうこっちはさらに出汁の香りがすごいです。はい、今日は普通の塩麹がグレードアップした出汁塩麹を作ってみました。で、普通の塩麹はもちろんなんですけど、もうこっちの塩麹ももちろん美味しいです。で、もう出汁の香りもすごいし、昆布と鰹節のほんと旨味がたっぷり出ているので、どんなものにも合うと思います。で、出汁も塩も欲しい時に代用するみたいな感じで使ってもらったら、あの美味しさの違いとかわかるんじゃないかなと思います。で、私はよくあのきゅうりの、あの軽い漬物、まあ軽い漬物っていうか、あのきゅうりと塩麹とごま油をもうなんかつけておいているんですけど、まあ、そういうちょっとした漬物みたいな時もこのだし塩麹で作ったら、あ、さらに美味しくなるんじゃないかなと思いました。でも本当にいつもの塩麹に昆布と鰹節足すだけなので、ぜひ作ってみてください。